天狗山は北海道小樽市にある山である。標高532.5メートル。市の中心部より南西に位置し、山陸の小樽天狗山スキー場と山頂の矢や下までは小樽天狗山ロープウェイが結んでいる。展望台からは夜景を含めて眺望を楽しめ、小樽市民や観光客からリゾート地として親しまれている。山岳信仰の場でもあり、山中には 四国八十八カ所を模した巡礼の霊場や神社、石碑がある。由来はいくつかの説があり、有力なものに以下の三説がある。山中に天狗美が見え、天狗が住んでいると言われた。山や岩の形が天狗に似ていた。東北地方の日本海側から移住してきた人々が、故郷の天狗山を思って名付けた。他にも多数説があり、はっきりとしていない。 天狗山から見る、小樽市街地山頂の展望台から、小樽市街と天候が良い昼間は、石狩湾対岸、左手には、シャコ半島、右手には、夕張山地まで見渡すことできる。特に夜景は、北海道三大夜景の一つとして歌われている。山麓と山頂の間は、ロープウェイで結ばれているほか、観光道路も整備され、夏季なら乗用車で山頂まで登ることも可能。 さらに登山道もある。夏は山頂のスライダー、シマリス公園などの屋外施設も充実している。また、観光道路の中原には、キャンプ場、小樽自然の村も整備されている。山麓山頂には、レストランもあり、山麓には、ザグラススタジオイン小樽や数軒の宿泊施設が用意、されている。また、山頂には、小樽スキー資料館と、 日本全国から収集した約700点もの天狗の面を展示した天狗の館が併設されている。JR 小樽駅より北海道中央バス天狗サンロープウェイバス停下車。ありがとうございます。